東京パラリンピックは3日、競泳男子100メートルバタフライ、視覚障害 S11 の決勝で、4大会連続出場の木村圭一、30、東京ガス、が1分2秒57で金メダル、初出場の富田宇宙、32、日体大大学院、が1分3秒59で銀メダルに輝いた。今大会で日本勢初のワンツーフィニッシュを決めた二人は、ゴール直後のプールで抱き合い、健闘を称え合った。決勝は、予選1位通過の木村が、50メートルを首位でターンし、そのままリードを守り抜いた。予選2位の富田は、折り返しでオランダ選手を捉え、後半で抜いて2位でゴールした。ついに金メダルを手にした木村は、歓喜の涙を流した。この日のために頑張ってきた、この日、って、本当に来るんだなと。特にこの1年、いろいろなことがあった、この日、は来ないんじゃないかなと思っていたこともあるし、それもしょうがないとも思った。こうして、ちゃんと迎えることができて幸せ。記録は落としたし、泳ぎもいいものではなかったけど、何でもいい。今は嬉しい、先天性疾患のため、2歳で視力を失った木村は、2008年の北京大会が初出場。12年のロンドン大会で、銀と銅のメダルを一つずつ獲得した。前回の16年リオデジャネイロ大会では多数の種目を泳ぎ、銀2個と銅2個を手にしたが、目標だった金メダルには届かなかった。東京大会は、疲労度やメダルの可能性を考えて3種目に絞って出場し、金メダルを狙う姿勢を強めた。そして、本命と位置づけた種目こそ、この日の100メートルバタフライだった。二人三脚で歩んできたコーチへの感謝も忘れなかった。付き合いが長すぎて。こんなに、金メダルを取るまで、時間がかかってしまって、申し訳なかったなと思います。最後に、本音が口をついた、家に帰って、思い切り泣きたいです。富田、あの日じゃなく、今日のためだった。銀メダルの富田は今大会、3個目のメダル獲得だ。この日も人目をはばからずに泣いた。金メダルを目指してきて銀だったから、本当は悔しがらなければいけないのかもしれない。でも、木村くんが金メダルを取ってくれたことと、そこに続いて僕がゴールできたことが、本当に嬉しい。木村とは、ライバルとして互いを高め合ってきた。彼が苦労しているところを、ずっと見てきた。リオ大会で金メダルを逃したことは、本当に僕も悔しかった。その隣で一緒に頑張ってきた。彼のライバルとして、彼を超えようと努力してきた。その木村と、抱擁を交わす日が訪れた。ずっとこの瞬間を目指してきたので、こんなに嬉しいことはない。今大会、最初に400メートル自由形で銀メダルを取った時に、この瞬間のために、自分は障害を負ったのかもしれない、と思ったけど、そうじゃなかった、今日なのかな、と思う。素晴らしいライバル関係が、日本のパラ競泳の新たな歴史を切り開いた。